カズヤ氏派生チャンネルを見てみようシリーズですが、前回はカズヤチャンネル GX を確認しました。コメントで青山信者のカズヤ監視動画とのコメントをいただきましたが、やられたと思いました。そう言われても仕方のない企画かもしれませんね。それはそれとして、まともな保守野党が誕生するのであれば歓迎したいのも事実ですので、動画を見てぜぜひひで所見を述べたいと思います。和也氏が脱退した山岡さんの TSJ ザ・スタンダード・ジャーナルは最後にしたいと思いますので、次は政党 DIY を見ていきたいと思います。政党 DIY 4月11日に何かが起こる、ムーブメントを起こしたい、37より部分引用。起こしたテキストについては動画説明欄にてご紹介しておきます。1. イベントの演出企画。やっぱイベントとしてこう、誰かがまあ登壇して喋るときにテーマソング必要ですよね。テーマソング事前に決めておいて何を流したいかを調整する必要ありますよね。入場曲をね、はい、やりましょうか。やっぱ入場曲が鳴った瞬間にも盛り上がるってあるじゃないですか。この曲はあの人だと。例えばアメリカのプロレス団体 WWB の乱入があるんですよね。リングで殴り合ってるところでバーンと音が鳴ると、あーという歓声が鳴って、その中ヒーローみたいのが登場する。だからこれ演出がうまいよね、とおっしゃっています。一般人として台湾の選挙に触れ刺激を受けた和也氏から演出の提案がありました。ちょっと飲み会のノリの会話だなぁと思ったり、日本に合うのかなと懐疑的な部分もありますが、出てきた意見を安易に否定しない神谷さんのお人柄を感じました。既存と違う選挙運動の創出は無投票層を動かす可能性があり、国益に資するアイデアになる可能性があります。神谷さんの企画は素直に楽しみです。頑張ってほしいと思います。 2. イベント参加者の選定。誰でも来られるようにするのか、それとももうある程度がっちり一緒になってやっていきますよというふうにした方がいいか、数集める方がいいか、熱い思いを集めた方がいいかっていう。いやもう極端な話、僕も小さいとこから始めたらいいんじゃないかと思うんですよね。それも一種政党のストーリーなんですよ。 Google とか Amazon とかどこでもいいですけど、ガレージから始まったとかあるじゃないですか。そういうストーリーを。我々もガレージからやりますか。真冬のガレージから始まったみたいな。役員と事務局のメンバーしかいなかった。最初の机はみかん箱だったみたいな、とおっしゃっています。これは抑える会場によると思います。誰かが持っている土地などで会場代がかからないなら誰も来ないのもありかと思いますが、大抵は数万円から数十万円の会場代がかかるでしょう。一人も来なかったとしたら、それを誰が負担するのか。一回くらいならよくても何度もゼロ人だと負担が重くのしかかりそうだなぁと感じます。 3. ゼロ人は現実的かな。まあそれがもう最初3人でも5人でもいればいいんじゃないですかね。それパーティーではありますけれど、まあなんか一種記念日みたいなもんじゃないですか。それはそれとして形式として残ればまあいいのかなと。それをじゃあカメラマンにも来てもらって、どんな様子だったかとアーカイブを残しといて、立ち上げの時はこんだけしかいなかったんだよと。むしろ誰も来なくていいんですよ、極端な話。我々の立ち上げの時は誰も来なくてっていう。このあたり矛盾してると思うんですけど、イベントなのに観客いないってありなんでしょうか。おそらく台本を作ったり何度か練習して準備してから本番を迎えると思われますが、本当に誰も来なかったらめっちゃ辛いと思います。これは競馬騎手の人から聞いた話ですが、観客のヤジを聞いた時は観客のいない競馬場を想像しろと師匠から言われるそうです。
悪い騎乗をしても観客がいなければ怒られませんが、どんなにいい乗り方をしても誰も認めてくれません。愛の反対は無関心と言いますが、エンターテイナーにとって一番辛いのはスルー、無視です。私はイベントをやるという趣旨なら人を集める方が矛盾しないと思います。ただライブ配信すれば仮に現地に誰も来なくてもネット上で盛り上がれるかもしれませんので、それはそれで良いのかもしれません。4. 金額。このイベントについて動画説明欄に情報がありました。政党 DIY 新党結成イベント先行お申し込みより部分引用。日時令和2年4月11日土曜日13時半から3、4時間程度。会場東京都内。参加費5000円から1万円。え？独立講演会でも4時間半で一般参加5000円。IDC 会員4000円なのに、党にお金を払ってる人からさらに参加費用を負担を求めるんでしょうか。こんな高額な値段設定をしたら、あの人が怒りませんか。国会議員だから国会議員としてお金を、あの得た情報をちょっとこう高めのお金を取ってやるのは良くないんじゃないかという趣旨で、と和田健二さんはおっしゃっています。政党 DIY は新党結成の準備組織かと思います。和田氏にはぜひぜぜひひで金額について職をかけて社長を辞める覚悟で抗議してほしいと思います。5. コメントや第三者の意見は入れた方が良さそう。和也氏の主張が続く中、神谷さんが多少の方向修正を入れようとするんですが、一歩も引かないシーンが目立ちます。例えばこちら。来賓の挨拶大体面白くないですからね。来賓の挨拶で記憶に残ってる挨拶一つもないですからね。校長先生の話と来賓の挨拶は誰も何も覚えてないですよ。校長先生はたまにいいことおっしゃる方いません？たまにいいこと言いますけど覚えてないじゃないですか。と言っています。すべての校長先生の演説を聞いたわけではないし、個人的には決めつけがすごいなぁと思いました。神谷さんが少しトーンダウンさせようと合いの手を入れたのに全否定。ちなみに私は高校の時に校長先生が我が校は自由な校風だと言っていたのを覚えています。そしたらそれを受けてか文化祭でライブをやった同級生がいました。 TM レボリューションかなんかを歌っていた覚えがあります。めちゃめちゃ盛り上がっていました。しかしそれが問題になってカラオケはダメだってことになって、その出し物をやった担任の先生はめちゃめちゃ怒られたと聞きました。歌ってた本人は高校を辞めて音楽の学校などを行った後にニコニコから歌手デビューしました。そんな思い出があるんですが、校長先生の自由な校風という言葉は嘘だったということをよく覚えています。面白い話だったかどうかは置いといてですけど。話はそれましたが、和也氏の否定は続きます。残るような雰囲気、楽しめるようなものをしっかり作る必要があるんじゃないかと思いますよ。それはぜひ、まだ本当日しか決めてないんで、場所も決まってないし、どうやるかも決まってないので、ぜひ、こういうことをやってくれよと、せっかくお前ら面白い新しいことをやるんだったら、ぜひ、コメントにね、動画のコメントに書き込んでもらって、こういうんだったら俺たちも参加したいよというアイデアをもらいたいんですよね。その台湾行った時に思ったんですけど、やっぱりもうどう参加させるかっていうのを、やっぱそのやってる側がすごい考えてるんですよね。と言っています。第三者の意見を取り入れようという意見を、やってる側が考えた方がいいと全否定しています。ちなみに私は神谷さんに賛成というか、第三者の意見を入れた方がいいと思いました。3人の脳みそで考えるより、視聴者を含めた多数の脳みそを活用した方が多くのアイデアが出ると考えます。また、和也氏は否定するのは得意ですが、建設的な意見がほとんどありません。
プロレスと台湾の真似をすればいいという自分の案だけを押し、他の人のアイデアを壊すだけに見えてしまいました。そんな和也氏に神谷さんが自分の案を通したいときに、これは俺の案だよと言うと角が立ちますが、視聴者の声だからと言えば和也氏のプライドを傷つけずに済むという狙いがあるのではないかと思います。ここまで見て思ったのは、神谷さんには好感を持てるなぁということです。そこで私も正当 DIY の動画のコメント欄に意見をしてみました。いよいよ動き出しますね。賞賛も非難もあるかと思いますが、行動していることにはエールを送りたいと思います。ご提案1、ライブ案。私だったらどうするかを考えてみましたが、ライブ中継する、コメントをスクリーンに映す、時折コメントを読み上げてトークで参加できない人とも一体感を楽しむなどをすると、スパチャ等も集まっていいんじゃないかと思います。ご提案に公開討論案。例えばお三方を批判している人間でも参加可能としてはどうでしょうか。 N 国党におけるアンチ枠のサユフラさんみたいな公開討論とかしたら面白そうですが、アンチをライブで論破とかやったら盛り上がりそうですという意見を出してみました。 YouTube の楽しみ方はプロレスというか対決要素っていうのはあるかと思います。そこで提案です。青山議員をゲストで呼んでみてはいかがでしょうか。あ、健康くんは逃げたって叩かれるだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。